山纵横，云涛飞流，多少豪杰壮志未酬，江东去浪淘尽多少悲愁，天下英雄世事造就，风雨人生为梦想奔走，高处寒意不是谁私たちには時間がない。あなたを信じるわ。これをお願い。これ血で書いたの。私たちの命をあなたに預けるわ。お任せください。いいのよ。だって新域守ってあげてね。はい、行こう。領地が甲府の配下に捕まったのは分かっていたが、今北条にいると分かった。王様、北条を攻めましょう。甲府を殺す。今は攻め時ではありません。失敗すれば我が軍は全滅します。長領様、甲府を倒すと言い続けてきたのにどうしたのですか。王様、文から奥方様の状況が分かりました。向こうの地形や警備の状況もです。少数の兵を使い、私一人で助け出せます。ご命令を。今はダメだ。この結社のおかげで生きているということだけははっきりした。もし今我々が無理に攻め込んだならば、甲府は人質を殺してしまう。王様のおっしゃる通り、今攻め込むのは危険すぎます。ですが王様、奥方様たちは捕虜に。分かっている。この件はこうしよう。ひとまず様子を見るのだ。この話は王様には内緒にしてくれ。家族を使って脅迫するなど王様が最も嫌うところ。だが半蔵様はやる気だ。二人は何度も口論をしている。つまり何が言いたい。王様は劉邦の家族などに用はない。かえって足手まといなくらいだ。だが半蔵様にはこの上なく役に立つ。このまま行けば必ずや二人の仲がこじれてしまうだろう。だから殺すべきだ。殺す？王様は激怒するぞ。どうなっても俺が責任を取る。それで王様と半蔵様が仲違いしないで済むのならな。勝利罰将軍、そこまでの覚悟をしているとはな。俺も一緒に責任を取ろう。外は大丈夫です。何もない。そう。
行きますよ。一体どこへ行くというんだ。家です。家だって。そうです。解放してくれるのか。よかった、ようやく帰れるぞ。お父さん、静かにです。お父さん、逃げるんです。大きな声を出さないで。お父さん、お静かに。見つかってしまいます。わかった、静かにする。逃げ道は考えてあるわ。万が一のことがあれば、お父さんと静かにな。火をお願い。でもいいから、もう決めたのよ。誰が来たんだ。準備できました、行きましょう。行くわよ、さあ早く。お二人とも急いで。こっちよ。戻るぞ。大丈夫です。行きましょう。早く。壁を抜け、西に向かって川沿いにゴリ行くと、加工衛様がお待ちです。ペイさんが。急いで。こちらに。早く急いで。早く。早く。気をつけて。総夫人も早く。あなたも一緒に逃げましょう。私はここに家族がいるので残ります。死なないでね。この恩はいつか必ず返すから。お気をつけて。それではあなたも。ローハン将軍、ご覧を。来たようです。急いで。急いで。将軍、助けに行きましょう。待て、様子を見る。急いで。急いで、早く。みんな動くな。今俺たちが行けば呉服君の命が危ない。止まれ。全員よく聞け。そこから一歩でも動けば命はないぞ。動いてはならん、命令だ。お父さんと逃げて、早く逃げるのよ。将軍、助けましょう。カン、カン、そんな、やめてくれ。もう逃げん、わしらは絶対に逃げん。カン、そんな、カン。全員殺せ。いけません。お待ちを。お待ちを。半蔵様からのご命令です。関王の家族は殺さず連れて帰るようにと。捕らえろ。行くぞ、来い、急げ。お前たち何をする。来い、急げ、早くしろ。
ようか。私も連れてって。あなたは？加工への許嫁です。加工への？奥方様、少しでもお口に。もう何日も召し上がっていません。カンは死んでも私たちは生きているのです。奥方様、生きなくてはいけません。私がいます。恐れないで、おそばにいます。奥方様、私はここに。奥方様、お願いです。奥方様、どうか。大丈夫ですか、奥方様。この二人、どう処罰しますか。皇后の命令に逆らい、官王の身内を殺そうとした。特に意見はない。皇后が処分を決めればいい。罪を認めるか。俺は劉社将軍。お前たちは私欲のためにやったのではない。祖国のためだろう。劉邦は祖にとって敵だ。奴は姑息な手段で何度も挑発してきた。お前たちは私のためにやったのだな。幸い死んだのは召使いだ。だから。ほう、それは間違っている。アフのお考えは。戦では死者を殺すのもご法度なのに、ましてや家族だぞ。そんなやり方では皇后や祖国の名誉を汚すことに。だから私は。アフはこの二人を殺せと。いやいや、軍功があるこの二人を殺したりなどするものか。それよりも。アフは心が広い。二人とも聞いたか。取りなしてくれた。早く礼を言え。感謝いたします。感謝いたします。罰を軽くすると言っても、鞭打ちは。そうです、鞭打ちするまでもない。さすがアフは察しはいい。だが罰は必要だ。お前たちに与える罰は謹慎の罰だ。はい。それでは罰にならん。謹慎も立派な罰です。
大事をなすには将軍とは円満に、すでに二人とも間違いを悟っています。勝手にしろ、頑固者が。皇后様、申し訳ありませんでした。まったく、私は人質など最初から反対だった。恥ずべき行為だからな。そのことを思ってやったのだろう。今回は許すが、二度とするな。私は。二人とも戻ってよく反省しろ。いいか、分かったな。もういい、立て。感謝します。感謝します。加工へ。はい。ロアンを呼んでくれ。王様、申し訳ありません。あ、どうした。実はロアンは昨夜呉服君たちの救出に向かいました。何だと。俺はお前たちに行くなと言ったはずだ。誰が行かせた。なぜ知っている。行くのを見送りました。なぜ勝手なことを。それは。王様、お許しください。王様、ロアンが戻りました。生きて帰ったのか。牢に放り込め。はい。待て、そいつもだ。仰せのままに。はい。関心は義国と大の地を征伐した。その次の目標は趙国だった。趙氏も陳与と決着をつけることを望んでいた。かつての友人であり、今や敵同士の二人が雌雄を決する時が来た。この時、楚と韓の戦いはすでに三年目に突入していた。王様、慶陽の情勢は緊迫しています。韓軍の本体は楚軍に動きを封じられています。また韓信の方も魏と大の守りに兵力を割かれるので、成蹊公で使える兵力は限られています。では韓信の兵の数は。おそらく韓信が率いる兵は3万人に届きません。我が軍は成蹊公に少なくとも10万人はいます。そうか。我々の実力を関心に思い知らせてやりましょう。長寿を生き取りにするぞ。一戦で決めてやる。確かに優勢ですが、用心は必要です。関心の義での戦いは実に見事でした。一流の戦術家であると証明されました。へっ、関心が強くて勝ったのではない。義王が間抜け取ったのだ。それでは召喚の知略と勇気はどうですか。その召喚を倒したのですよ。
おじけづいた将官は関心の敵ではなかったのだ。軍を指揮する者が最初から関心に怯えていて、そんなことで戦えるのか。私の勇気を疑うと。何だと。おい、やめておけ。大敵を前にし足並みを乱してどうする。李将軍。はい。何か策があるか。成蹊校で待ち伏せするのです。あそこは道が狭く関心を遮れます。7日間死守すれば官軍は両末が尽きて撤退します。その時に攻撃に転じ背後から攻めれば必ず関心を倒せます。はははくだらぬ。何倍もの兵力がありながら守りの戦だと。天下の諸侯に笑われるぞ。私陳友は正々堂々と戦ってやる。王様、失礼します。下がれ。王様、お忘れですか。巨鹿の戦では陳与は兵を出さず戦況を逃しました。そう昔のことではありません。だからこそ陳与はその汚名を注ぎたいのだ。関心を侮ってはいけません。陳与が見栄を張るために趙の兵を使うのですか。お前はなぜ陳与を信じないのだ。私は決めた。軍の全権を陳与に預けよう。お前は副将として精一杯尽くせ。謹んでお受けします。ただ陳与の思い上がりが心配でなりません。今回の戦はまさにお前が名を挙げる絶好の機会ではないか。我々の兵は10万以上、絶対的に有利だ。それなのに官軍に頭を下げるのか。冷えますね。こんな時に長治将軍も大変だ。関心将軍と共に戦えるのは光栄なことですよ。報告します。大将軍、陳与率いる20万の大軍が成蹊校に集結しています。指揮官は工部君の李佐社です。李佐社、ご存知ですか。ええ、聞いたことはある。下がれ。はい。成蹊校か。趙国を攻めるには太閤山脈を越えねばなりません。成蹊は守りやすく攻めにくい土地です。趙軍は地形を生かして待ち伏せするはずです。大将軍、兵法から見てとても勝てるとは思えませんが。勝負は兵法より時が大事。兵力が対等であれば地の利がなくとも勝つことはできます。だが今度は違う。こちらには3万の新兵しかいない。数十万の古参兵に勝てるわけがありません。だから雨漏って攻めないのですね。陳与もバカではありません。自分たちが優勢だから今すぐ戦を始めたいと思っている。名を挙げる絶好の機会を見逃しませんよ。ああ、この戦をどう見ます。総大将はあなただ。私に聞かないでください。おっと、焼けましたよ。
官軍はすでに大を攻め落として趙の成形港に進軍中です。ここは攻めにくく守りやすい。陳余にここで阻止させます。それが最良の策でしょう。この数日官軍の関心の戦法を研究したが、よく予想外の手で不意打ちをかけてくる。関心に比べれば陳余は間抜けだ。つまり趙軍が負けるというのですか？いやいや、そうは言ってない。勝負は時の運だ。結果を予測できれば命がけで戦う必要はない。うん。領土を分けた時、私は最初に外領という良い土地を取りました。だが今関心が義と大を破り趙まで占領すればあとはどこが残りますか？うん、陳余が趙国を守るのを期待するだけだ。そうすれば我らの危険も減る。劉邦のやつめ、どうやら決戦の日もそう遠くないようだな。3万人が20万人に挑むのは差が大きすぎる。成形港は巨力ではなく、我々も祖軍ではない。だが独自の戦法がある。どう戦うか一度だけ言う。我が軍は明日陳余の大軍と戦うが、我々はすぐに川辺まで退却する。陳余が全力で追いかけてきた時が範海将軍の出番だ。退却する前に軽騎兵2000人を率いて全員に艦の旗を持たせ、東に迂回して山頂へ登り、趙軍を見られる場所に隠れて待機しろ。敵軍が我が軍を追って川まで来たら、全速力で関所に向かい、趙の旗を艦の旗に差し替えよ。はい、はい、大将軍、一言よろしいですか？旗を差し替えて戦に勝つなど聞いたことがありません。心配せず、大将軍の命令に従え。それさえ守れば必ず勝てる。明日の明け方に出発だ。食料は一人当たり一食だけだ。全員に伝えろ。趙軍を打ち破ったら夜通し酒盛りだ。はい。あの人はやけに自信満々だが、あんな戦法で陳余に勝てるのか？これまでも常識外れだった。今回も何か考えがあるんだ。どうだかな。命を懸けるのは俺たちなんだぞ。おや、範海どうした？怖くなったか？何を言うんだ。俺は今すぐ戦いに行きたいさ。定山王様は今回の作戦をどう思いますか？趙軍の兵は何倍も多い。今回の作戦は非常に危険だ。そう思いでしたら大将軍を止めるべきでしょう。相手は大将軍だ。関王から派遣されただけの私には言えぬ。我が軍の生死に関わるのに。分かっている。誰よりも私が陳を殺したいと思っているのだ。ではなおさら。お前たちは皆関王の部下の将軍ではないか。命令に従うのが第一だろう。関心大将軍が決めた以上言う通りにすべきだ。決して疑念を抱いてはならぬ。はいはいはい。送信です。よろしいですか？何か用か？わからぬことがあり教えていただきたく参りました。言ってみろ。私は明日の一戦が心配でなりません。大将軍の胸の内がわからず、戦略の詳細をお聞かせください。私も心配だ。
大将軍、我々の何倍もの敵に対してなぜあのような戦法を取るのですか。明日結果がわかる。今は言えぬ。大将軍、私は理解できません。他の者も困惑しています。一体何を隠しているのです。劇薬だ。劇薬ですと。詳しく説明してください。劇薬だから今言うと効き目が消える。私は兵法に通じてはおりませんが、川を背にした戦など、それは自滅するようなものでは。まさに。だがこの劇薬は袋小路でこそ効果を発揮するのだ。あ、しかし。準備に戻れ。では失礼します。石膏の報告です。関心は川辺で陣を構えています。どれほどの手腕かと思えば、所詮その程度だったか。ああ構わぬ。勝手に構えさせておけ。いずれ川に追い込んで溺れさせてやるわ。リサシャ将軍、何を黙っているのだ。ずっと仏頂面でいるつもりか。わかりません。なぜ関心は敵を誘い込むような布陣にしたのでしょう。では私が教えてやろう。関心は私を侮っているのだ。技法のような間抜けだと思っている。そんな偉そうな奴は見過ごせん。命令だ。関所の門を開け。全軍で陣を構えろ。はい。いや、それはなりません。相手は関心です。単純な婦人しか知らない愚将ではありません。見てください。川を背に陣を敷くなど普通なら自殺行為です。何か罠がある気がします。秘策が隠されているのかも。秘策？なるほど。その秘策とは何だ。リサシャ将軍に説明していただこう。説明はできません。ただの勘です。我々はこのまま動かずに待機していれば負けません。もう話はいい。手柄なら後で認めてやる。いいから黙って戦え。みなそうだな。はい。へっ。官軍の将兵たちよ、家族は心の中にいるか。います。皆には家族がいて心配事がある。だが私には家族がいない。もし死んでも誰も弔ってはくれぬ。こう言われた。関心は心配事がないので戦に命を懸ける。違う。心配事がないものは束のない剣と同じだ。それで戦えるか。私にも心配なものはいる。私にとって心配なものとはお前たちだ。我が仲間たちだ。我々は厳しい戦に臨む。敵は激しく攻めてくる。我々に逃げ道はあるか。ありません。いや、いつも逃げ道はある。死を前にして
恐怖を感じぬ者などいない。生きたい思いが自分に言い訳を与えるのだ。自分にこう言う。私は新兵だ。訓練しておらず戦などできない。何とでも言える。だが今となっては引き返せぬ。退路は断たれた。敵に向き合え。お前たちの剣と体を駆使して敵にこう叫べ。私の命を奪えても私の勇気は永遠に奪えない。剣を握りしめ敵を倒すのだ。両親や妻の誇りとなるように戦うぞ。戦うぞ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 。若い関心はこの程度だったのか。受け取りにしろ。陳友は全軍で関心を捕らえようとした。関心は川辺に逃げ戻るふりをした。趙軍は陳友の命令で関軍の陣地に押し寄せた。川を背にして退路を断たれた関軍は命がけで勇猛果敢に戦った。趙軍は半日戦っても優位に立てず、一旦撤退したところ自陣が消えていた。半海の兵2000人が旗を差し替えていたのだ。慌てた趙軍は総崩れになった。関心は反撃に転じ陳友を追った。かかれ。殺すのだ！殺すのだ！
神勇将軍、これは何だ。兵で詰まって通れません。通れないだ。何としても通る。そんな無理です。邪魔する者は殺す。大风吹，吹乱万象，吹不乱我思想，吹不乱我方向。在世无声，无息。谁知